はい、こんにちは。えー、前の動画でですね、E イコール MC 事情っていう、えー、アインシュタインの有名な方程式を、えー、お話ししましたと。で、この方程式って、実はですね、あの、誰も理解できてないんですよ。未だに。あの、この方程式を導き出したアインシュタインすら、この E イコール MC 事情っていうのを理解しきってないんですよ。で、これって要するにエネルギーと質量の透過性。 まあ、もっと言い換えると、精神と物質は同じであると。こういう意味を言ってるんですね。これ仏教で要するに色即是、色素くぜ空即く式要するに何もないっていうことが全てなんだよっていうこと。もう存在の根本原理ですね。量子エンタングルメント。何もない状態に対する無限っていう。この二つの状態が調和している状態が存在であるっていう。で、この原理を利用したのが、えー、量子コンピューターですね。ですから、人間ってこの方程式を利用して、 えー、原子爆弾ってまず作りましたと。で、さらには今、量子コンピューターってのを作ってますと。えー、この方程種の意味、色速・く空・空速・くぜはわからないけど、それを使って人間ってのは存在して、その存在する互換の成果の中から、この方程種を応用して、いろんな科学の、えー、技術を作りましたと。マイクロチップであり、えー、スーパーコンピューターであり、それが量子コンピューターに学ってると。で、最初は原子爆弾であったと。こんなふうな使い方しかできないんですよ、この。 方程式ですね。それはちょうど仏教徒が空足、贅識、式季足、空なんて唱えながらも実はその意味がわからないっていうのと一緒ですよね。ですからこのようにですね、この方程式で非常に重要なのは、これは存在の根本を表す空足、贅式を表してるんですよ。ですけどこれがわからないままに人間は、えー、物質世界に翻弄されてると。だけど、この方程式と一体となることが、えー、下脱っていうことで、 えー、ゲラスってのは何かって一番わかりやすく言うと、エゴを、人間の個人的なエゴをか、エゴから解放されることですよね。人間のエゴってどこから生まれるかっていうと、視覚で見る世界が全てであると。そこから肉体が抑圧を受けたり、生老病死の法則で人間は苦しみを受けてると。こういうものは実は何,何かっていうと、えー、実際にはそれを超えた空、えー、っていう状態があると。それが人間の本来の、えー、生命の本質的な状態であると。 これを理解することが空足税式なんですよ。ですから、この空足税式の式の世界だけの中に閉じ込められたると思ってるっていうことを、えー、からエゴが生まれて、そのエゴを克服すると、空足税式の空の方に行くと。じゃあ空の方に行くとどうなるかっていうと、それはまあこの世とあの世を超えた、えー、何もない、えー、真空の状態になると。まあ、お釈迦様はこの真空の状態の中に無限の仏国度があるって言いましたね。ですけど、それも一つの例えで、形にも、えー 瞬間にも時間にも空間にもならないような状態の中にあるのも確かに仏国土って例えがあるんです。言えるんですけど、もうそれはあるとも言えない状態なんで、そこからビッグバンを起こしてこの、えー、四季の状態になってきましたと。この四季の状態になって肉体を持つと、えー、生老病死っていう死んだ晩酌を時間と空間に閉じ込められるんで、肉体がいろんな死んだ晩、ま、えー、生老病死の苦しみを受けると。だけどなんでこの状態になるかって言ったら、 まあ当然、北経を読んで、この空足世式の生命は空の状態の方が本当の精神であって、あなたはこの空の状態からわざわざえ輝ける仏国土からこの北経を学んで、それを他の人たちに教えてあげて、他の人たちもえ英語から脱却させて空の状態に戻してあげると。さらにそこからビッグマンを起こすように命令するためにこの世界にやってきたっていうのはこのシナ書なんですよ。 で、空の状態の中には、無限にこの世界があり続けて、その状態には、その状態の中には、無限に苦しんでいる人たちがい続けると。で、その無限に苦しんでいる人たちの中に入っていって、これを見つけて、これを学んで、それを教えることによって、みんなを下落させて、そこからさらに広め続けると。これが、ですから、何もない空の状態が、えー、持ってる無限の、広がり続けてる、えー、式の部分なんですよ。 で、これは別に良い,いとか悪いなんていうものはなくて、これが要するに存在の根本原理で、量子エンタングルに見ては何もないということが全てがあるってことの存在の、えー、基本的な、えー、性質なんですよ。ここにだから善とか悪とか良い,いとか悪いって入れるのは、それは三次元世界に来て、一つの社会があって、で、そこに肉体を持つと争いがあったりするって、えー、で、そこから善悪が生まれますよね。あいつら悪でこっちが良い,いとか。 この行いは、えー、生存状態にとって悪であって、で、こっちの状態は生存することにとっていいから善であるっていう。だけど本当の善っていうのは、その善悪の両方、全部こういった何もない空っていう状況で、これだけが本当の正しい状況なんですよ。ですからこの世界に来てその正しい状況を教えてあげるのは本当の正しさであって、その正しいことをやってる人たちを、えー、嫌がらせしたり変なことをするってことは悪なんですよ。 ですから、いろんな民族がいたりして、自分たちのインチキな宗教をやったりとか、婚約宗教で人を騙して集まってるのに、私たちみたいに本当の空の世界に、えー、存在の本質を教えてあげようとする人たちを邪魔することだけが悪なんですよ。そういう人たちのことを盲誤会って言いますね。はい。ですから、マルクスとか、レーニンとか、スターリンとか、ヒットラーとか、あと、毛沢東とか、ポルボトとか、あと、習近平とか、これ盲誤会社で、我々だけが実は善なんですよ。 我々は法華経っていうものが、その本質的な真空についてを原理の仕組みを私は唱えてますよね。で、皆さんは私に気がついて集まってきたと。このメンバーシップの人たちたちが実は本当の善を広めている人たちで、えー、この人たちからしか、えー、時を受けて、そして従字者にビッグバンを起こして、その世界に本当の何もない真空が生命の本質になるっていう善を広めているんですよ。で、そこからビッグバンを従字者に起こせて、その世界に行けば、まあ、如来にもなれるし、菩薩にもなれると。 こういうゲームの仕組みですね。存在のゲームの。これを教えてるのが、私のメンバーシップですと。はい。ですから、盲語会と、えー、正しい政法の教え、分かったでしょうかですから皆さんも、このですね、正しい政法ですね。えー、皆さん早く下脱して、えー、人間の形の世界をこういった本来の生命の状態に戻って、それで呪気をもらって、菩薩になってビッグバンを起こすと。これは基本的にその教えの中に入ってれば、盲語会じゃありません。ですから皆さん勇気を持って、 えー、動画を作って解説してください。私の言葉や法華経の言葉を。はい。そういうことですね。ですから、もう5回と、正しい正法の違いは、ここにありますと。もう1回と、正法ってのは、まず、法華経が、えー、存在の本質を語ってる経典であると。存在の本質ってのは、本来生命は全て何もないという状態と。で、我々はその状態からこの世界に来てこの法華経を学んでると。それはなんでかあったら、過去に受教を受けたからと。で、 あなた方も皆さんも、如来のところに集まって、まず、磁気を受けなさいと。で、下脱させてもらって磁気を受けなさいと。これを教えてあげることですね。はい。お釈迦様は最初に5つの教えを弟子に説きましたと。それが、え匠、ー、体。えー、この世界には真理に至る道がある。真理に至る道っていうのは法華経であると。で、さらに、それに至る道は、えー、えー、っと、あれですね、あの、忘れちゃったな、もう。 それに至る道は発祥道であると。発祥道って何かっていうと、まあ、発祥道っていうのはもう物理学の歴史ですよね。アリストテレスから始まって、ニュートン・アインシュタイン、えー、ニュース・ボーラー,、えー、ハイゼンベルグ、そしてホーキングみたいな。これ発祥道なんで、要するに正しくものを見て、正しく考えてっていうのはもうここなんで、はい。で、さらにですね、えー、これが二つ目と。三つ目がですね、世論で、四つ目が、えー、論え、そして、 えー、天店丼。これ、ヤサに教えた三つですね。で、この五つ合わせて、初めてお釈迦様は、えー、弟子たちに伝道に行きなさいと、教えたと。つまり、何を一般の人に正しく教えるかっていうと、まず、真理に至る道がこの世界にあると。それに至るためには、発祥度、正しくものを見て、えー、やりなさいと。これを私はもう、ホーキングの、えー、この本を読むことが発祥度であって、えー、 師匠体の真理に至る道って何かっていうと、この最後に行き着く、なんでビッグバンが起こったのかっていうのが、えー、師匠体の真理真理であると。そこに至る道には発正道。これを学んでそこに至れってことで、えー、この師匠体と発正道はそこだと。で、世論ですね。世論っていうのは、不、え、正、ー、っていうの。不正っていうのは、えー、人に物をあげることではなくて、自分が、の教えを相手に、えー いただいてもらうっていうふうに説明してありますけど、推しを相手からもらってあげることによって、教えがその人に行くようにするっていう。だから、仏教側から見ると、我々の側から見ると、もらってやるっていうのが世論なんですよ。この本だとなんか、えー、もらってもらうっていうね、あるんですよ。この本の作者ですから、まだそこまで行ってない、広ロサッチャーとて行ってない人ですね。仏教とはもらってあげるってことが仕事なんですよ。 なんか、不正をもらってあげることによって、その人に仏教が行くっていうのが、えー、世論ですね。はい。で、これ三つ目ですね。で、四つ目は、回論。まあ、回論。仏教を解く者は、えー、殺しちゃいけない。あと、嘘の教えを解いちゃいけない。あと、与えられないものを自分のものとしない。ってことですね。まあ、盗んだりとか、しちゃダメですね。あと、 みだらな関係を人となってはいけない。女性ともなってはいけないし、男性ともみだらな関係はなっていけません。みだらな関係の中には、要するになんか飲み友達とか、あとそういうのもみだらな関係ですね。あと一緒になんか悪さをすっとってみだらな関係ですね。あとまあお酒も飲んじゃいけないんですよ。まあ基本的に私もそんなに解率はやらないんですけど、だいたいこんなもんですね。で、五つ目には、目は商店丼って言って、 まあ、昇天論とっていうのは、この本だと、なんか、幼稚なこと書いてありますけど、まあ、下脱して、えー、この世とあの世を越えて菩薩になりなさいっていうのは、昇天論ですね。そこでビッグバンを起こして、十時じゃない、いろんな世界に行って、法華経を学べと。で、その世界の法華経は素晴らしいから、いろんな世界の法華経を学ぶことこ,こ,とこそが、喜びなんだよっていう、ここまで分かれば、昇天論を極めたってことですね。はい。以上5つですね。これが正しい教えです。それに対して、これに反するものは全て、インチキですね。 ですから、この世界で言ったら、こう威厄宗教とか、何名俺とか何枚ダブとか変な、えー、祈祷とかもインチキであって、あとマルクス、丸く過ぎとか優物論もインチキですね。はい。で、この世界には目に見えるものだけが全てであるなんて言って、その外枠からいろんな法則を作ってる重力を生み出すものがあるっていうものも否定するのもインチキですね。ですから、こういうインチキに、えー、紛らわせないように、正しく、えー、法華経の精神を 教えていくってことが正しい教えないんで、皆さんも勇気を持って教えていってくださいと。まあ、要するに、教える力がないと思ったらメンバーシップに誘ってあげるのがいいと思いますよ。そのぐらいに。そうするとあなたがメンバーシップに私のメンバーシップに誘うと、あなたのことを怪しく見る人がいますよね。ですからその怪しさを払拭するぐらいあなたが一般社会の中で、職場の中でリーダーになると。あの人はすごいって呼ばれるようなまず人になると。これが菩薩の修行ですね。 で、なんであなたそんなすごいんですかって言われたときに、実は私の小宮さんのメンバーシップの会員であって、あの人の教えを一応信じて一生懸命頑張ってるから私は考えているんだって言われれば私も本物になるけど、あなたがあちこちで変なことやって変な、あ怪しい人間になっちゃうと私も怪しくなっちゃうんですね。はい。ですからまず、社会的に見て、えー、ちゃんとした人間になるということが最初の、えー、菩薩、菩薩としての修行ですね。菩薩行ですね。 で、さ、素晴らしい人間になって他の人を魅了すると。その魅了の仕方は俗物社会でいるわけですから、まあ、ミュージシャンになったり、えー、技術者になったり、まあ、サラリーマンになったり、えー、そういう職業を通してそれを表現するのも一つの菩薩業です。はい。それを通してですから皆さんもこのメンバーシップに他の人を入れてあげるのは、まあ、一つ最初の菩薩業ですね。はい。はい。も、え、う、ー、と製法の違い分かったでしょうかはい。では以上、どうも。